な。じゃあちょっとお店についてお伺いしたいんですけど、あのその2店舗のお店の、はい、まあ、それぞれに特色があると思うんですが、はい、お客様の比率、タイ人、日本人、どんな感じですか？シーロムのお店は、はい、ほぼ 100% タイ人ですね。あ、お客様、そうなんですか、はい、はい、でスクミットのお店は、70% が日本人、お30% が、はい、あのタイ人と、あとちょろちょろとファランとかシンガポール人とかいますね。でお客様は男性女性？ほぼ女性です。あ、シロムの方も？そうですね。へえ。 10% ここに出る前にちょっと、はい、真剣に調べたら、はい、本当は2割3割は男性かなと思ったんですけど、はい、真剣に見てみたら10数%でしたから。なるほど。ちょっとですね、うちは、まあ、女性の居心地がいいお店っていうことなんでしょうね。そういうことでお願いします、ね。はい、で普通ね、あの普通のお客様って美容室って何ヶ月に1回行くのが平均ですか？あのね、スタイルになっても違うと思うんですけど、はい、短く すればやっぱり月に1遍、3週に1遍とか、あのサイクルは早いし、はい、まあ、本人のあれもありますから違うんですけど、大体、うん、僕たちは、回転率とか回転係数とかいう、はい、こう数字を使うんですよね、はい、あの年間に何回来られるかっていう平均を取ると、うんうん、全顧客に対して平均を取ると4ヶ月に1遍ぐらいになるんですよ。 3.57 とかそんな数字が出るんですよね。大体皆さん、あのカットが多いんですか、パーマが多いんですか、何が多いんでしょうか？圧倒的にカット多いですよ。カット、どの店でもそうだと思います。大体いい店でパーマの比率が 30%、はい、あ、そんなもんですか。うちだったら 20% ちょっと超えてるぐらいだと思いますから。 あとヘアカラーとかは多いですか？これもそうですね、あの白の店とスクリーンビットの店ちょっと違うんですけど、はい、ね、はい、まあ、会社全体で平均取ってみたら大体 35% ぐらいは。大体皆さんカットとか、あのパーマに来たついでに染めると。いや、もうカラーは一つの、アクティブになってますから。あ、カラーだけで。カラーしに行きます。はい、なんですよ。その時についでにカットとかはしない？いや、もちろんします。します。あ、します。だから、あのついでにあのカラーをするとかいうのではないんですね。もう違いますね、時代がね。あ、なるほど、うん、まあ、染めてるとね、生え際が目立ってきますから、それの方がまみに行かないといけなくなっちゃいますよね。なるほど。私なんかもうね、本当に不真面目で、もう手ぐしの人だから、うん、カットも9ヶ月に1回行くか行かないかで。9ヶ月？もうそうなんです。この間もスタッフに、あの、はい、のりこさんいつも後ろ側が乱れてますよねって言われて、考えたら鏡って前しか映ってないじゃないですか。それで生徒さんと、いや前しか見えないしみたいな大笑いしたんですけど、それから不真面目な人なんですよ。パーマ屋の売り上げを上げない原因の人なんです、ね。はい、そうなんです、そうなんです。学生時代って昔なんか、あのシザーカットってカミソリ生えてた時はなんか自分で全部切ってた。自分で、うん、うん、ですね、はい。なかなか強いもんですね。いや、そんなことないんですけど、あれ今息子の髪の毛はまだずっと切ってますね。 私もこれいつも自分でするんです。あ、後ろの、でもその短いって難しくないですか、後ろの方とか。冗談ですよ。あ、なんだ。できません、できません。いや、それできたらすごいですよね、揃えてね。なるほど。じゃあ、あの美容師さんになりたいと思ったのはいつ頃ですか？あの恐ろしい打ち上げ話ですけど、はい、私はプレイヤーじゃないんですよ。ほう、美容師じゃない。美容師じゃない、はい、何なんでしょう。何なんでしょう。でも最初は美容学校行って美容師さんになったわけでしょ。違います。え、そうなんですか。はい、入りも、はい、美容師じゃないんです。あ、理容師。いや、理容師でもない。ない、はい、違うんです。じゃあ知らないうちになってたんですか。あの、そうですね、そういうのありなんですかみたいな。変わってますよ。ほう、あのキャリアがなくて、はい、美容室の経営者っていうのは私が知ってる中でももう数人しかいませんから、日本でもね。じゃあそれ、もともとお店があったのを後継ぎになったってことですか、ではなく。うん、あの基盤があったところに入って、はいはい、経営者になったと。経営者になった、うん、あの
そう思ってこっち来たんですけど、はい、アスカグループの杉田社長は今18年19年こっちでやっておられますけどね、はい、5店舗やられてるんですよね。あの人私と同じプレイヤーじゃないんですよ。おすごいなと思って、うん、日本でも、まあ、大体ご自分でね一人で始めてお店を大きくしてっていうパターン。そうですね。あとあだからそういうふうにホールディングとか大きくできるんですよ、プレイヤーじゃないから。どうでしょう、うん、でも私は、はい、スタッフに恵まれました。今まで出会ったスタッフたちに恵まれましたね。なるほど。まあ、私は基本的に何にもしませんから。でもいつからじゃあいくつからその美容業界に絡んだんですか。25歳。そこからずっと、はい、こっち側の人間。あ、じゃあもう自分で辛い修行したとかそういう経験もなく、もう最初からオーナー。全然辛くない。でみんなが辛くなってるのを見てた人、辛くもならないんですかそこの店。辛いこと 言ってたね。あ、言ってて。若い頃はね、何やってんだよみたいな。ひどいですけどね。なるほど。今は本当に言わなくなりましたね。マネージャー店長には、はい、都度もの申しますけど。なるほど。スタッフとはねもうほとんどすれ違ってでも物言わないぐらい言わなくなりましたね。それいいのか悪いのかみたいな。じゃあもう完璧にオーナーサイドで。そうですね。もうやらしい言い方しますけど、はい、美容師の経営者のプロだと、もう辞任も辞承もしてます。はい、はい。で日本の方のお店も現在ね、ちゃんとホールディングとして継続されてるわけですよね。そうですね。いろいろご迷惑かけた人もいますし、はい、で頑張ってる人もいますし、で新規一点というかタイに、うん、ではなく、楽しいじゃないタイね。タイはもともと旅行とかされてたんですか。ね、私初めて海外来たのが、はい、実はバンコクで。あ、そうなんですか。バンコクパタヤに来て、はい、24歳の時に。あ、起業する前ですね。はい。で二度と来ないと思いましたね。あ、なんか嫌なことがあった。いや、飯食えない。はい、匂いがある、暑い、うん、まあどうなんだろうみたいな。その当時ってあんまりまだツアーもない頃ですよね。そうですね、うん、ドムアンの前の空港みたいな。そうそう、ドムアンでね、はい、降りた時に、はい、こうバスガイドさんが集合する場所に集めるじゃないですか。ツアーで来られたんですか。ツアーで、はい、でそのガイドさんに今日は何ですか、ゴミの日ですかって聞いて、僕は聞いちゃったぐらい失礼なことを言いましたね、はい、でそれぐらいずっと1週間日本に酔ってた感じですね。あ、で嗅覚が敏感なんですね。はい、もう鼻はシェパード並みだって。なるほど、はい、ちょっと麻薬犬に戦ってるみたいな。なるほど。じゃあすいません、美容の話しないで。いやじゃあちょっと曲を挟んでまたね続きをお伺いしたいと思いますので、はい、続きましてはですね、ちょうど日本もまだね雪残ってるとこもあると思います。名残雪イルカでお送りしたいと思います。懐かしいな。はい、ヘアスタジオオーナーの村瀬誠さんにお越しいただいております。先ほどですね、私ちょっと美容師さんからそういうふうに会社を大きくされたと思ってたのでちょっと驚いたんですけど、オーナーさんで、でも元々のね、3代前が理容美容院だったということなんですが、はい、私のおばあちゃんがですね、はい、愛媛県の芸用諸島の中にある湯江島っていう小さな、湯江島って言うんですかこれ、はい、湯江島っていう小さな島で、今も島並海道からも外れてる島なんですけど、そこでやってました。その時は俗に言う床屋さんになるんですか。そうですね、利用所ですよね。利用所、まあ、これ昔はそんなに分けてなくて、確か利用美容学校ってくっついてましたよね昔って。もともと利用美容なんですけど、はい、これ大正時代ぐらいに家庭婦人の仕事として、はい、政府が斡旋したんですよね。美容師、家庭を持ちながらできる仕事ですよっていう
らしいんですよ。でもその途中から神の亭主とかって言って奥さん専業になっていくんですか。ここが大事なところでですね、はい、あの私の存在がそこであの丸になっちゃうんですけど、あの神湯の亭主っていう存在がもう必ず必要だったんですよね。どうしてですか。あのね、やっぱり女性が商売してる上では、はい、あのちょっとやから言うてくる人なんかもいてて、あでそれで大事になった、はい、っていうのは建前で、実は、ほんまか嘘かは知らないですけども、昔は、ある紙結屋さんではね、あの女郎屋も兼ねたところもあるんですよ。あったらしいんですよね。でそれで、はい、昔の話ですよ、はい、でそれで紙結の亭主はちょっとヤクザな人がおって、やからがやからが言う人らはつまみ出さなあかんかった。それのが神湯亭主って私は伺い聞いてますけど。そうなんですか。私奥さんが頑張って働くから旦那さんは働かなくてゴロゴロしてていいっていう意味かと思ってます。今はその意味で、だから僕ここまで超えるんですよね。ほうゴロゴロしてほうって、そんな真面目に。いやなんでオーナーだから、また反対にそのね女性たちをどうですか、あのマネジメントしていく側になるわけでしょ。いや、それはもううちマネージャーが全部やってますから、はい、あの私も関わってません。じゃあオーナーのお仕事は、毎朝植木の手入れ、はい、あったでしょ店に。はい、ありました。いや実はここね、来る前にちょっと近いんですけど行ったことなかったらお邪魔してきました。はい、あの金魚たちに餌をやって、あなんかいっぱい増えてるとか、はい、はい、10匹ぐらいのやったのが、はい、今1万匹ぐらい。1万、いや大体ですよ、大体だって数えられませんよね。おっかないぐらい増えて、でもそのスペースひしめき合ってるってことですか。それも鉢を公的では増やしてるんですね。どんどん増えて、最近裏で猫も、はい、あのいつき出しましたね、3匹、はい、猫はそれ取らないんですか。猫を餌付けしてね、はい、近くに寄ってくれて来てくれるようになりました。でも猫はお魚は狙わない。あそう、声来ないですね。一応それは犯しちゃいけないと思ってるんですね。はい、それは私の仕事です。なるほど。猫番、魚番、魚番、植木番、はいはい、店のことはマネージャーと店長がやってくれてます。いいですね。であの先ほどね、あのお話聞いてたんですけど、よく床屋さんって言った前にライトがこうね、はい、ストライプのくるくる回るのがあって、はいはい、それって出さないといけないんですか。はい、タイはね、はい、美容室もあのねじりはタイもタイもですよ、義務付けですよ。で義務、保健所が、はい、あの検査に来るときは、はい、あれを店頭に出してぐるぐる回してないと怒られちゃいます。じゃあ日本は床屋さんが、床屋さんだけですね。私あの床屋さんだよって知らせるサインであって義務ではないのかと思ってましたが、それ日本のことちょっと僕詳しくないな。床屋さん多分義務だと思います。義務なんです。よくそれ言われるんですけど、はい、日本も一緒です。日本と一緒です。あの10人入って10人とも続いてる店って言ったら、あのすごく会社がいい待遇、もしくは本人たちがやる気が出るとか、まあ、いろんな条件はあると思いますけど、はい、雇用に対してすごくあの明確な道筋をつけてる企業だと思うんですけど、タイでもやっぱり同じですよね。辞める足が早い店はやっぱりそういうことができてない会社だと。なるほど。あのよくこいつは続かないなって僕たちもぼやいてしまうんですけど、寝る前はもう寝れないぐらいになりますよね。またあの子辞めたら自分の荷物持つ力がなかったよなとか思いますけどね。もうそこまでオーナーのプロでもやっぱり思いますか。そこはストイックですよね。うん、僕はもう寝れないぐらいになります。あの悔やむんですよ。うん、こうしといてやったらよかったん違うから、うん、こうしといてやったらよかったん違うから、それが頭も巡りますよね。まあ、タイの場合だとやっぱり日本ともまたね違うお国柄ですから、いろんな風習とかもね違ってくると思いますけどね。
最初はそう思ってね、はい、あのやったんですけど、ね、うん、ほぼ日本と一緒ですね。そうですか、はい、ただ、うん、少し違うのは、はい、日本の場合もう美容師さんになる子っていうのは好きで入ってくる子は多いんですよ。普通そうですよね、うん、美容師になりたいっていう、うん、おしゃれが好きとかね、そうです、うん、興味がある子、うん、こっちはまだ食うすべですから、うん、あのデモシカさんってことですよね。美容師でもなっとけとか、はいはい、美容師しか無理やろうとかいうレベルで僕らの世代の美容師さんはなったんですけど、うん、今は好きな人がなってます、はい、それがタイの人たちは今デモシカさんだと思いますね。うん、だから好きでやってるんだが、まあ、ちょうど求人がそれだったみたいな感じですか。そうですよね、出くわしたのが美容みたいな。うん、この子たちを育てるのはあの 入社してから好きにしていかなきませんから、うん、これがやっぱりねパワーを使うんですよ。でも好きじゃないとできない仕事ですよね。そうなんですよね。だからあの難しいんですよねそこがね。さっきもねお昼なのに、ね、ウィッグで練習してましたよね。あ、まあまあ平日の、うん、営業時間内のレッスンというのはもう鉄則ですよね。日本だったらねお店閉めてからね、 その辺のストリートでモデルカットしてくれないみたいな感じでなんかね夜残って練習っていうイメージが好きですから、うん、営業時間が終わってからやれるし、はい、で早朝もできるし休みの日でもできるんじゃないですか、うんうん、これまだ好きかどうか迷ってる子たちですから、うん、拘束しにくいし、まあ、タイ人のその文化もありますから時間の観念というのはやっぱり入り口は要は遅刻はよくしてくるんですけど、うん、出口は時間来たらさっと帰ってますでしょ、はい、それは日本人はちょっと違いますかね、うん、あと雇用契約結ぶときに週に一度、うちは木曜日1時間半営業終了後レッスンするように、まあ、そういう雇用契約の中で歌ってなかったら最初に聞いてなかったということになります、うん、なるほど。経験者雇うんですか。うちは両方雇いますけど、うん、経験者が来ても一からおあのカリキュラム表あったでしょ、はい、あれに沿ってやります。なんか普通タイの子ってもうシャンプーするだけなのかと思ってますけど、うん、やっぱりね、うん、シャンプーして、パーマ当てれてカットもできて言うてスタイリストになれへんかったら夢がないじゃないですか。でもすでに独立していた子とかもいますか。うん、いますね。うん、この間勘定してみたんですけど、はい、8人ぐらいは店持ってやってますね。8年間ですごい、うん、でも、うん、びっくりせんといてくださいね、はい、もうシャンプーもろくにできなかったような方が独立してる場合もあるし、はい、きっちりもうちょっとでもうちょっとできっちりできるようになるねっていう、うんところへんで独立した子もいての8人ですから。なるほど。びっくりしますよね。まあ、うまくて独立するんじゃなくって、うん、やる気があるかどうかなんでしょうね。金主がいるかいないかかも分かりません。やっぱりお道具とか揃えるのにお金がかかるからですか。店もするのにやっぱり、うん、でもテナント費用とか改装費用とかもかかるじゃないですか、うん、それがやっぱり、貧困層の貧しいでの子だったら出ないでしょう、うん、そういうのができる家の子だったりとかしたら早いですよね、はい、でもそういうできる家の子はそういうところに働きに行かないような気がオーナーサイドだと思うんですけどよくご存じですね。あのねキャリアをどんどん積んでね、はい、下積みなしにスタイリストになってますね。スタイリストとアシスタントの僕が見た中ではね、うん、スタイリストとアシスタントでは見えないカーストがありますね。でアシスタントしてる子はずっとアシスタントなんですよ。僕がタイに来た頃も今も、はいはい、でスタイリストになってる子らは最初からスタイリストなんですよ、うん、もう死ぬ思いの努力を日本のように、うん、修行時代を過ごさずにスタイリストなんですよ。でキャリアを見たらすごいんですよ。ロンドンに留学した、なるほど、アメリカ行ってきました、うん、それも1回2回じゃなしに、うん、何年単位で行って帰ってきて、うん、ですごい看板上げてすっごい単価、うん、僕たちがもらってるカット料金なんか及ばないぐらいの料金を取ってるスタイリストもゴロゴロいますよね、うん、も
びっくりする、びっくりします。こっちはね、お菓子が好きだからケーキ屋さんみたいな、ね、おしゃれが好きだから美容室みたいな、そういうノリはあるでしょうね。その延長でもいいんですけどね、うん、おしゃれが好きだから美容師っていうのが明確であればね、うん、美容師に絶対にしてあげるんですけどね。もうあの負荷をかけて前サバイやったらやめちゃうみたいな、まあね、そういう人たちは、まあ、どっちかってオーナーの方が向いてるかもしれませんね。厳しいですよね、うん、はい、ではまた曲の方に参りたいと思います。今日は3月ということもありまして、お別れをちょっとテーマにした曲になってるんですが、次はですね、旅立ってみようかなということで、山口百恵さんのいい日旅立ちです。すごいなFM93.75MHz J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこがお届けしております。今日の雑学講座は、バンコク美容界のドン、106ヘアスタジオオーナー村瀬誠さんにお越しいただいております。バンコクってなんかすっごく日系の美容室がいっぱいあるのに、まだどんどん増えてると思うんですが、はい、どれぐらいあるんでしょうか実際。そこはバンコク美容室美容界のドンが答えます。はい、どうぞドンみたいな、はい、ドンはやめてください。どうやりますか、何にしましょう。はい、年いってるだけですから。あ、そうなんですか、はい、もっとすごい連中がいっぱいいます、はい、あのね、今正式に登録してやってる美容室は、はい、40件ぐらいあります。バンコクの市内で40件、うん、はい、バンコクタイでね、タイで昨日ちょっと慌てて調べました。あ、ごめんなさい、はい、30件言ってたんですけど40件ぐらいあります、ね、はい、うん、で、大体オーナーが25人ぐらいいますね、はい、25人、はい、うん、あとはチェーン店で、日本人の名前、日本の名前やのにオーナーがあのタイ人言うのもいますから、はい、よくわからないです。僕が正式に把握してるのは大体30県で20人のオーナーは把握してます。昔はね、あの知り合いの美容師さんと話してたら、新しいとこができたらどっか潰れてるでしょって言われたんですけど、最近はどうなんですか、潰れてますか。でみんな儲けてますよ。あ、そう、はい、おっていうか、あのまあみんなそれぞれね、うん、いいカラー出して、もういい特色分けて、うん、でもあの韓国系の美容師とかもありますよね。全くジャンル別ですか。あのそうですね、うん、まあ、僕はあんまりあのライバル視したこととか、はい、あのしたことはないです、ね、ない。やっぱり日本の技術っていうのは何が高いんですか。あのすごく高いって思ってたのはもうつい数年前で、あら、もう今タイ人でもすごいですよ。あ、そうなんですか。日本だからっていう、はい、のはないじゃないですか。でもタイってそういう、ね、美容学校とかないわけじゃないですか。タイ人 の, あのすごいスタイリストもやっぱり目の前で見てきたらね、はい、日本だからっていうのはもうないですよね。もうそれはちょっと古い考えの人ですね。なるほど、うん、でもやはりこれだけね、あの聞いちゃっていいのか、これだけタイにみんな流れてくるっていうこと、それだけやっぱり日本がきついっていう部分もあると思うんですけど、あのよくそう思われがちなんですけど、はい、すごく出店する、進出するにはあのすごい壁がたくさんあって、はい、何個も超えないといけないんですよね。でそのうちに気持ちが折れて、はい、あのやらない人が多いですけど、うん、こっち超えてきてやってるやつって言うたら、あのそこそこじゃないな、もう太いですよ。僕は勘違いしましたけどね、ここ数年、はい、あのみんなと知り合って、うん、あのよく話も聞くようになりましたけど、若い人でもやっぱり太いですよ、うん、よく考えてるし先のことも見てるし、あの大した やつが多いですよ、うん、生半可じゃあの生き残れない、うん、ダメで、だから出店して撤退した時代の、はいはい、その撤退した人たちは、はい、あのアカン方が来てたんじゃないですか。うん、怒られるからまた、本当にその今岡さんがおっしゃったように、はい、その
日本の技術を持ってきたらっていう会いに来られてたから なるほどじゃないですか。私はさっきも言いましたけど、プレイヤーじゃないですから、はい、客観的に見れますよね、うん、そうですね、そこはもう本当におっしゃるように客観的にさじ加減で強弱もう全部点数つきますから、はい、ですね。で、私はじゃあこっちに何を持ってきたら、はい、何で勝負するのを持ってきたかというとマネジメントですよね。もうマーケティングはやっぱり基本的に本気でやってますよね。うん、まあ、その白無点がもうほとんどタイ人ということはタイの方にもかなり宣伝はかけてるってことですか。いや、してないです。口コミですか。口コミですよね。あ、でタイ人 の, あのネットの、はい、なんか日本人の言う2チャンネルみたいなところでこう、はあ、そういうのでこう掛け合いしてくれるんですよね。お、まあ、今はフェイスブックでねタイの人大好きですからね、はい、あ、じゃあ特に宣伝費もかけずタイの、はい、白無点に関しては宣伝費はかけてないですよね。なるほど、うん、で今ねそのタイの日系の美容師さんの集まりの、はい、この JBA、はい、バンコク日本人美容師会っていうのがあるようなんですが、はい、そのメンバーでいらっしゃるんですよね。はい、待ってました。はい、どうぞ。どういうグループなんでしょうか。JBA の話をもう早から聞いてくれへんかなと思って、はい、あのタイによる、はい、日本人の美容師のオーナーが、はい、去年の5月からですね、あの正式に発足して、その前から結構長いですよね。そうですね、あの、はい、2年ぐらい前から、はい、うん、あの食事会みたいな形でやってましたけどね、はい、その時に最初に集まってた連中が今理事になって、頑張って会を作ってます。じゃあ現在そのグループには何店舗ぐらい加盟してるんですか。ほぼ日系サロンは全入。あ、そうなんですか。あの言うとあのちょっとまずいかなと思いますが数件だけ入ってないだけ、はい、なるほど。最初その2年前かな聞いた時は、うんうん、もう一部が入ってるものっていうふうに捉えてたんですけど、変わってきたわけですね、うん、まあ、変わってきたというか、うん、あのくぐりもそんなに厳しくないし、うん、どういうことをするんですか。活動いっぱいしますよ。何でしょうあのね、はい、まず、集まることによって、はい、一元でしかできなかった、美容の情報がここへ集まるようになりますよね。美容の情報というのは日本のタイの、日本でも世界でもタイでも、はい、これが一元だったらスルーされてたことがね、数を持つことによって情報が集まるようになります、はい、でもお互いのお店もライバルじゃないですか、うん、あのね、これはね、サロンにはこう位があってね、はい、あのサロンクラスターって言うんですけど、うん、でそれぞれが紹介してるラインが違う、もしくは同じだとしてもそこは、はい、自分のところの売り上げを脅かすレベルじゃないんですよ。まだ需要の方が多いです、うん、あ、そうなんですか。飽和ではない。圧倒的に多いですよ。へー、日本人、バンコクにいる日本人が大体、はい、正規で5万人、はい、あと未登録だとか、ツーリストというのは大体10万人とか、うん、8万人とか言いますでしょ、うんうん、これじゃあ10万人の都市で、日本人だと美容人口はね大体 40% っていうから4万人ぐらいがなるんですけど、はい、美容対象になるんですけど、はい、バンコクはねこれ日本人学校が世界一大きい言うてもこれ2500人ぐらいの話でしょ。ダメです、もう3000超えてても、うん、世界で、3番目に落ちちゃいました。落ちたの。落ちたの。中国に抜かれて。ああ、中国ね。はい、でその3000人としても、はい、それからそれよりまだ下の子供ちゃんとか入れても1割いないでしょ、うん、1万人いないと思うんですよね。でおじいちゃんおばあちゃんいないでしょ。少ないですね、あとで日本に比べたら、ね、うんうん、だから美容人口はねもうずばり 80% ぐらいが美容人口なんですよ。なるほど、美容人口ってそういう意味なんですね。そうです。だから、うん、
小さい子供さんとか、はい、でおじいちゃんおばあちゃんは入らないでしょ。で男性は大半が入らないから大体 40% ぐらいを基準とか、はい、で美容人口を割り出すんですけど、今少子高齢が進んでる日本だと30校とか言ってるコンサル担当もいますけどね、はい、まあ 40% でいいんじゃないですか。この美容室に来られるお客さんが年齢を貸してきてますから、うん、まあ、昔はもう来ない年になってた人でもたくさん、年だったら来ないんですか、あまり来なくなる、いけなくなるでしょ、うん、それがまあ、経済的なもんもあると思いますね。でそれが、うん、こっちはみんな若いですからね、はい、美容の対象年齢に当たっちゃうんです、ね、うん、日本人だけでですよ、はい、それが8割ぐらいになっちゃいますけど、うん、圧倒的な数ですよ。でそこに今言った美容室の数しか日系のサロンがないわけですから、はいはい、なるほど。これ一件あたり単純に割り算しても、単純に割れないけど、はい、単純に割り算してもね、あった時にあの懐は深い市場ですよ。なるほど。じゃあそういうライバル視しなくても、真面目にやってれば特色があればお客さんは来ると。そうですね、うん、うん、高いクオリティと、はい、高いサービスと、うん、で高い環境があれば、高いって値段が高 い, い, い値段は安い方があって、はい、じゃあの共同のイベントではどういうことをされてるんですか。はい、まず新しい技術とか新しい手法とか、うん、新しい商品を習得するために、あの勉強会どうしても必要な業界なんですよ。そうですね、うん、でそれを、今年決めたあれでは、奇数月に、はい、カラーの勉強会、はい、パワーマラ勉強会みたいなのをやります。であとじゃあかなり広い場所が必要になりますよね。はい、これはね、はい、パーソナルの小田原さんにお願いして、はい、あのセミナールームの一番奥に。でも機材がないとできないじゃないですか。いらないんですか。うん、まあまあ、はい、あとはあのメーカーさんをね、はい、資生堂さん、ミルロさん、うん、モルトメーさん、はい、そういう日系のサロン、日系のサロンをフォローしてもらえる日系のメーカーさんにお願いして、うん、あのそういうのも協力してもらいます。なるほど。でそういうのも一元ではなかなかしてもらえないじゃないですか。そうですね。それがやっぱり集まると、うん、みんな協力していただいてでやれるようになってきた環境が整ってきたからっていうところですね。うん、なるほど。で、この3月はあの理事でもあるザンの、はい、尾形オーナーがねカラーのセミナーをやります。おこれは期待してますね。あ、そうなんですか。やっぱり今年一発目ですからね、うん、あの JBA の理事のナンバーワンのタレントを出しました。うん、出しましたとはおかしいですけど、はい、出てくれることになりました。じゃあそのメンバーに入ってらっしゃるあの美容室の働いてる方が皆さん行けるということなんですか。そうですね、あの、うん、日本人、はい、じゃあ夜に。夜です。うん、第3金曜日の夜ですから、はい、晩7時ぐらいからですかね。うん、でも美容室ってなんだろう、タイってデパート遅くまでやってるじゃないですか、うん、だから美容室ももっと遅いのあってもいいのにな、なんて。すいません、はい、勘弁してください。ちょうど昨日ね、あの NHK の76時間という番組よく見るんですけど、沖縄の美容院24時間のやってたんですよ。もうね、あのコンビニみたいな美容室がね、はい、日本じゃあるみたいなこと言うんですけどね、うん、僕たち生身の人間が今人手のない中でタイでやってますからね。ああ、人手。うちに関して言えば朝9時に開けてるんですよね、うん、はい、これは学校行ってる間に来たい駐在の奥さん方が朝早くから来たいでしょ、うんうん、で学校帰ってくるのが2時ぐらいですかね、こっちはね。2時から3時、まあ、3時、はい、それまでに終わりたい人たちに行って、はい、もうぎっちりやるんですよ。おで夜もう勘弁します。もともとタイの人って、うん、マイバスケットを持ってシャンプーも美容室で行ってましたよね、うん、あんなご出勤の人もいるし、お金持ちの奥さんも、うん、毎日のように美容室行ってる人たち、あの人たちはどこ行ってしまったんでしょう。今でもやってますか。うん、ローカルサロンでやってますね、はい、早朝やってますよね。やってますよね。シーロムでも、はい、あの私らにあの早く上げてくれないのかってよく言われます、うんうん、その OL が出勤前にですよね、はい、はい、でももう勘弁してくださいって言ってます。なんかローカルが昔より減ったような、そんなことないですか。まあこれは仕方ないでしょうね。うん、あの
技術ができない人でも、はい、あの独立できる環境にありましたから、それが淘汰されていってるっていうふうに私は認識してます。だから昔そういう日系がない時にローカル行ってると、うん、もうすごい手荒れしてるんですよその子たちが。それでね、あのフェイシャルとかするから顔が痛くってみたいな、これマイナスだよなみたいなのよくありましたけど。痛かったですか？そうなんです。それぐらい毛染めとかで手が荒れてる、いいお薬使ってないから。今はまあそういうのね減ったんでしょうけどね。なるほど。じゃあこの JBA はますます期待ができると。まだあります。はい、求人をね合同でして、でその子たちを育てるアカデミーを、はい、アカデミーとは大層ですけどね、うん、まあ、そういうのを目指してます。目指してます。それいつぐらいの、やりたいのは、オープンは、いやもう年内にはやりますよ。年内、本当は去年からやる、はい、やるやるって言ってたんですけど、昔もそれをやるって方も何か知ってるんですけど、結局ダメだったんですよね。あのまあそこのやるが一軒だと、はい、主役がそこの一軒だけの胸中に偏るじゃないですか、うん、はいはい、で集まりにくいように僕は思います。でもその学校いい子が卒業する段階になったら、うん、さあどこに勤めるっていう時にどうなるんでしょう。いやまあ学校で学んでるうちに配属も決めたらいいんじゃないですか、はい、うん、で人気のある店はやっぱり行くでしょうし、人気のない店もうそれは辛い部分がありますよね。まあまあ仕方ないでしょ。仕方がない。生みの苦しみのうちの一つだと思います、うん、これが少し流れるようになれば、アシスタントの確保ですね、はい、それからスタッフ先々の戦力になってくるスタッフの確保。でもなんかタイの場合そこまで勉強したら自分でやるように思いますけどね、うん、あのそれも時代が流れてくると思うんですよ。あのそう安易にできないと思うんで、できなくなってくると思うんで、あの ASEAN 統合されればですね。ああまたそうですね、うん、それもありますね。でそれで、ライセンスを作るっていう話も聞いたこともありますから、まあどう動くかいうのを僕たちもよく見なあかんので、うん、まず一番最初に情報が集まってくるいうのは絶対条件なんですよ。だからまず集まったことによって JBA ができたことによって、うん、あの情報が集まるって言ったじゃないですか、はい、それはそういう情報がやっぱりかき集めとかんと先対処できないですよね、うん、もうカントリーリスクの一つでしょうか、はい、あのタイでやるためにはもう絶対必要だと思います。なるほど。まあ、じゃあ今後はタイというターゲットよりも ASEAN に、私にしたらその日系タイばっかり来なくってミャンマーベトナムの方が絶対受けるのにななんて思っちゃうんですけど。やってる方いますけどね。ねえ、いますね。僕もバンコクギリギリです。まあ、いろんなねリスクがすごいあるんだっていう話はよく聞きますけど、家賃がね急に値上がりしたりとか半端ないって聞きますからね。カンボジアとホーチミンで、うん、はい、去年11月に同時にやりだした、あ、新しくまた友人がいますけど、はい、僕らの頑張りは何の頑張りやろいうぐらい向こう頑張ってますよね。おお、報われるんですか。いやいやいや、まだ分かんない。まだやっぱり街が街でないで、はい、でそこには日本がないでしょう、うん、で日本食レストランが数軒、はい、日本のバーが数軒、それやっぱ暮らせないですよね。日本人として暮らす場合に、だから僕は考えるならせめて富士スーパーがで富士スーパーと一緒に移転をするって。そうです、富士スーパーが行くなら行きます。なるほど、ね、富士スーパーさんのね、女さんすごいラブコールですよみたいな、はい、ではまた曲の方に参りたいと思います。続きましては、はい、お別れの歌、中島みゆきさんの別れ歌。J-POP シャワー金曜日、ボイスホビークラブののりこをお届けしております。今日の雑学講座のお客様はバンコク美容界の、じゃあ何にしましょう、 おじさんバンコク美容界のおじさん106ヘアスタジオのオーナー村瀬誠さんにお越しいただいております。はい、ですね、今ここタイなので、ね、あのその村瀬さんの
回でやるんですか、日系美容院のこだわりみたいな、そういうところをじゃあ教えていただけますか。はい、まああのどうしてもね、はい、こっちで商売する上では、タイのローカルで商売したいっていう人が多いんですけど、はい、あ、タイの人たちにということですか。はい、タイの富裕層の人たち、うん、あ、富裕層 ね、うん、あの飲食なんかでも全部一緒だと思うんですけど、はい、あのそれするにはね、やっぱり日本人居住区でつく人ですかね、はい、日本のコスメを使って、はい、で日本人であふれ返らないと、うん、お客さんがね、はい、日本人であふれ返らないと、タイのローカルの人たちは来ないですよね。そうです、まあ、日本人に流行ってないとね。そうです、飲食と一緒だと思います。でも飲食はもう全く別路線に行ってるのもありますけどね。まあまあ、まあ、まあね、最初からそれ違うところで、うん、でも、うん、日本人が行かない日本食レストランにね、はい、タイ人も行かないと思うんですよ、基本的に。だからまあ、でもご自分でどうしていいのか分かんないみたいな人もいると思うんですけどね。それはね、どうですか、ゾウさんが好きですか、はい、キリンさんが好きですかっていう探り方が必要なんですよ、はい、でそれをはしょっちゃうと、はい、やっぱり失敗しますよね。私がね、好きな美容師さんが言ってたんですけど、うん、結構どうですか、上の方になったらちゃんともう何髪の毛濡らしててるてる坊主になってから見て、うん、あれは最悪って、その入ってきたその瞬間が大事なのだからって言ってましたね。お母さん話の聞き出し方がすごく上手で。あ、そうなんですか、ありがとうございます、はい、うちの、106の強みはですね、はい、実はそのカウンセリングにあって、はい、カメラのスタイルを売るとか、うん、技術を売るとかどうこうじゃなくてね、はい、私のところは生活、 お客さんの生活を切ってるんですよ、ね、はい、っていうのは入ってきた時に持ってるカバンも見なあかんですよ。そうですよね、うん、お客さんが、されてる指輪だとか、はい、ネックレスブローチ、はい、それからヘアスタイル、どういう普段どういうのをしてるか、で化粧もどんな加減なんか、はい、それからやっぱり話入ると思うんですけどね。私二十歳の時に失敗したんですよ。二十歳の時に初めて、最近の話ですね。そうそうそう、ちょっと数年前ね、二十歳の時に、何だろう、その時にタンガリーシャツみたいなチェックのシャツにオーバーオール着て美容院で初めてパーマ出たら、なんかリーゼントしたらすごいことになってしまって、服装って大事だなって幼い時それで思いました。タンガリーシャツがちょっとよく分からないですけどいやだからもう、はい、そういうねのの髪型にされてしまって、あ、ダメなんだって。だからね、ジャージとかで行くとかもうありえないですよ。ですね。だから、ね、普段もどっか出ていく、そうですね、格好で行く。この自分の似合う髪型をしてほしいわけだから、はい、汚れちゃうから。でも、あ、一個ワンピースダメにされたのありましたけどね、うん、パーマ液で、うん、ブランド物のワンピースが洗濯に出したら、うん、ハゲちゃってっていう、そう思ってなんかいいもの着ていったらダメになるかなっていうのもあるんだけれども、うん、なんかその格好しないとダメなわけですね、はい、だから、うん、お母さんはもうこれから一丁ら来て、はい、一丁ら来て、何着ていこう、ないですみたいなドレスでドレス着て、はい、はい、それでやったらもうすごくいい感じになるんじゃないですかね、はい、いつも私はお任せなんで、はい、これタイ人とね、はい、タイ人と交える時にスタイルの選定がすごく長引くんですよね。やっぱり言葉のギャップと習慣と文化、最終的な文化まで違いますから、そこをこう見極めるのはすごく時間がかかります。だからまあ日系にわざわざ来るっていうことは日本っぽくしてほしい、だけど聞かれてもどうしていいのかが分かんない子が多いんじゃないでしょうかね。そうだと思います、うん、だからいかに資料をたくさん置いとくかかもしれないですね。だから結局ね、よく自分でこうカタログとか作られるんですけど、はい、うちの場合はもう今お母さんが答え言いましたけど、はい、資料がたくさんいる。これはね、本当にうちはパブリックにこだわってて、うん、要は、本屋さんで売ってる部屋だし、はいはい、これがないとタイ人たちはピンとこないですね、うんうん、こっちから提案してこれどうですかこれどうですかって言って iPad をこうめくってどうこういうのは
うちはわざとしてないとこありますね。やっぱりあれですよ、あの顔写真撮って、あの、ね、モニターでカツラ載せてみてどれが似合うってやってもらったら一番ね分かりますけどね。そうですね、あれ、ああいうソフトも今日本ではあるみたいですけど、はい、じゃあ、あのこれですね、タイで今で8年目なさってて、はい、今後何かやっていきたいこととかっていうのはありますか？はい、あのさっき話でもちょっとありましたけど、はい、あのその JBA でも活動ももちろん充実させて人を育てたいうのを、うん、はい、まず私は 今一番思ってます、その次はやっぱり自分のところの事業展開としてはね、はい、やっぱり、もう少し店舗を増やして、おどのあたりに？ユワス。ユワス、あのいやチェンマイとか行かないのかなと思って。シーロムです。あ、シーロムですか。はい、あのオフィス街が、あのうちの、ビジネスモデルにはピタッと、ね。なるほどなるほど。そこでチェンマイとかちょっと、あ、お客層がいないかな。行っちゃうとあの、私がついていけないですよね。なるほど。やはり動きやすいあたり で、ね、人の多いところで、で、JBA でアカデミーを充実さす、はい、で、増えた人でうちは出店をする、うん、 あのでも大学とかも狙い目だと思いますけど、学生が、はい、学生お金持ってますよ、あのね、うん、日本でも学生街に出されるサロンもたくさんあるんですよ、はいはい、大学生って半分休みでしょ。あ、僕たちはやっぱりどんだけ地域に密着できるかの方が嬉しいんですよ、安定するんですよ、はい、まあまあ、 あの大学の近所でやってる人には失礼な話ですけど、あのまあその近所の人らさ集めればいい話なんですけどね、だいたいそんな感じだと思いますよ、学生って大学生が一番休み多いでしょ、半分休みでしょ、だからそこではね、なかなか厳しいですよね、なるほど、でスタッフをそこから、独立させてやりたいですね、はい、で何もできなかった去年は資生堂さんが主催で、はい、タイ人のフォトコンテストみたいな、やってましたけどね、はい、レベル高いですよ、やっぱりそういうのやるとモチベーションね、タイの人コンテストとか大好きですからね、コンテストね、はい、大食い大会とかあのなんかオカマちゃんのなんか世界一決定だったりやってますよね、ミスユニバースよりもね、オカマちゃんの方が綺麗だったりしますからね、あの、はい、去年はこの JBA にオカマちゃんの日本人が出るのがね、はい、あの世界大会パタヤでやるやつ、あ例の、はい、あれをあのコーディネートしてくれませんかいう話があったんですけど、まあ期間が準備期間がなかったのと、はい、コンテンツがなかなかあの集まってこなかったのが、ね、情報が集まってこなかったようになって、はいはい、去年の秋はちょっと見送りましたけど、ね、でも数年前もなんか誰か美容師さんに紹介してっていうのを聞いてましたよ、パタヤの出るんだけどって、みんなだから大変でいろんなところから、はい、土日やるんですよ、うん、で拘束されるでしょ、はい、で土日言うたら僕たちもう本当にひどいぐらい忙しい、うん、ありがたい話ですけど、はい、そ土日拘束されるのはなかなか難しいですよね、なるほど、そういうのも、オーナー方なら、はい、オーナー方ならなんとかなるからっていう、うん、ありますから、まあ、つながりを持ってやっていけば将来見据えるかなとは思いますけど、まあ、そういうコンテストがあったらみんなやる気になるでしょうしね、そうですよね、楽しいですよね、タイ人べっぴんさんにするのってすごいですよね、まあ、塩前塩後でこれだけ変わったとかね好きですもんね、なるほど、じゃあまた曲の方に参りたいと思います、続きましてはキャンディーズのアンデュートローです、うわ
FM93.75MHz J-POP シャワー金曜日ボイスホビークラブののりこがお届けしております。今日の雑学講座は、はい、バンコク美容界の〇〇のですね、はい、村瀬誠さんにお越しいただいておりますが、いよいよ最後のコーナーになりました。はい、なんか聞きにくいことをズバズバ聞かれてるというふうに言われておりますが、また聞いてみたいと思います。はい、5年50年後には村瀬さんはどこで何をしてますでしょう。まだ5年10年だったらバンコクです。はい、なんか何かブログで見たのは、あの残された10年をって、じゃあ10年超えてますけどまああの、はい、10年目いっぱいやってみます。10年目、だってじゃああと2年でしょ。いやいや、あのブログ書いた時から10年、から10年だから、なるほど、あの時ね多分50だったと思うんですよ。なるほど、60までバンコクで、うん、そうですね。はい、じゃあでもね、今お聞きしてたら、あ、まだまだねシェアがあるんだっていうことがすごく分かりましたね。うん、だってあのレストランは本当に今もできては潰れ、できては潰れしてるのが現状だけど、美容師さんって想像できないですもんね。そうですね。じゃあどこに、まだタイにいるでやってるのはやっぱりこの美容関係のオーナーさん。僕は美容室の経営者しかしたことないし、ないですから。でも、まあ、今後そのグループの方ですけれども、美容学校っていう大きな目標があるわけですもんね。アカデミーね。アカデミーね、うんうん、じゃあ最終的になんかゴールっていうか、なんか目標とかなんかそういうのって何かあります？ゴールですか、うん、AC ミランで10番の背番号をつけて、はいいや、笑うとこですよ。笑うとこなんですか。はい、将来夢ですか。まあ いろいろありますけど。あ、あるんだ。のんびりしたいですね。のんびり。あ、でもそういう人って絶対できないですよね。もう一生現役ですね。うん、ここはお母さんの口車に乗って言わない。なるほど。はい、じゃあまたあの10年後にね、私もまだタイにいるかな、わかんないですけど、もしかしたらちょっとモンゴルの砂漠に行ってるかもしれないしみたいな。はい、うん、じゃああの新しくですね、海外に進出される方に何かメッセージをお願いできますか。はい、あの頑張ってください。それだけ？ちょっと冷たくないですか？あ、いやいや、バンコクなら、はい、私が、はい、あのいろいろ、はい、あの先人の知恵としてね、あの経験値で物言えることありますから、いつでもご相談ください。あ、なるほど、心強い、はい、ね、方がいらっしゃって、もう裸一貫で渡ってきて、はい、どうだこうだいう時代じゃないいうのだけは分かっておいてください。あ、それはないない、うん、ないです。ある程度自分でできるね、いろんな部分の余裕を持ってくるということですね。はい、はい、まあおんぶに抱っこじゃどこでも生きていけないですもんね。いや、もう無理ですね。無理ですね。じゃあ、 あの一般のリスナーさんにお店の宣伝もぜひ。はい、今日はありがとうございました。106部屋、はい、毎日頑張ってます。毎日笑顔でやってますから、またよろしくお願いします。お休みはなし。水曜日。水曜日がっつり休ませてもらってます。はい、じゃあ平日の9時から、はい、はい、何時まで、最終の。最終の受付6時。6時ですね。はい、あの場所が49と39の間の道。はい、ちょうど49からですとスタバのところを、あのパクソイから来ますと左に曲がったところですね。はい、はい、じゃ あ、 あのオーナーさんも朝の朝礼にいつもいらっしゃるそうなので、はい、オーナーさんにお会いしたい方は朝に行っていただくと、はい、名物の朝礼を見に来てください。あ、そうなんですか。あ、見れるんですか。見れます。はい、なるほど。じゃあ今日は本当にお忙しい中ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。お願いします。はい、ではまた曲の方に参ります。続きましては